和歌、その曲は有名な白蛇伝の歌ですよね。ええ、もし歌の調子が外れていなければ緊張に花を添えること間違いなしでしょう。医師様と奥様のようなおしどり夫婦には皆が憧れますよね。若もいつかきっとそのようなお相手と巡り合い、若はまだまだお若いですから。大変、私の秘釈が。助かったわ、ありがとう。お見かけしない顔だけど、ここへは遊びに来たの？それとも何か用事があって？あ、余計なことを聞いてしまったわね。そうなの？もしよければどんな方か教えて。私はこの聖子編に何年も住んでいるから力になれるかもしれないわ。そうそう、驚いた。私がそうそうです。あなたが探しているそうそうと同じ方かどうかはわからないけど。まあ、どうして聖子創業を知ってるの？遠くにいる義理の弟にしか食べさせたことはないのに。まさか彼のことを知っているのかしら。そうそう、また会えたな。うちの長さんが家に招待したいってよ。またあなたたちなの？行かないって言ったはずだわ。ああ、今日は魚さんは留守なんだろ？いつもの用心棒がいなけりゃ大変だよな。何度も何度も、私の夫を殺したのに、まだ満足してないの？はあ？なんだおめえは。俺が誰か知らねえのか？痛い目に遭わせてやるぜ。本当にすみません。ご迷惑をおかけしてしまって。魚さんはね、うちの隣に住んでる方なの。普段は口数が少なくて、いつも剣を持って傘をかぶって一人で行動しているのよ。何をしてる人なのかは私も知らないわ。みんなは彼のことを怖がって、誰も近づこうとしないんだけど。でも私は分かってるのよ。魚さんはみんなが言うような怖い人じゃない。彼は何度もあのゴロツキたちから救ってくれたんだから。彼がいなければ私のような夫を亡くした弱い女はあの悪い連中に今頃。南町に行くって言っていたかしら。魚さんのことを知っているの？あら、ならどうして私のことも探していたの？若、
今通りかかったあの傘をかぶっている男性が、セイコ僧侶ではないでしょうか。この店に入りました。遊郭？それは何ですか？綺麗な女性がいるのはわかりますが。若、あの人たちは、なぜおかしな目で若を見ているのでしょうか。あの、人を探しているだけだ。別に。どの子を探しているのかしら？誤解だ。その、あんたたちじゃなくて。お前は、誰だ？なんでそんなこと指図されなきゃならない？俺はここで用事がある。俺は女は殴らないからな。ちょっと説明させてくれ。あ、違う。なぜ俺が説明しなければならないんだ。ここは女が来るところじゃない。邪魔するな。ち、きっと教えだってわからない。俺につきまとうな、さっさと。何者だ、そこで揉めているのは。うるさくてかなわん。おお、これはこれは、魚さんじゃないか。風月閣に来るなんて珍しい。馴染みの子を紹介してやろうか。くだらん話はよせ。蝶、今日はてめえを探してここに来たんだ。もしまた手下が早々に手出すようなら、聖子に投げて魚の餌にしてやるぞ。ち、なんだと思ったら、俺と宗家の姉ちゃんの邪魔をしに来たのか。長いこと剣性を振るって皆を困らせやがって。俺が天に代わって裁いてやる。やれやれ、それはひどい言いがかりだな。お前も早々に惚れてるってなら、いくらでも正々堂々と勝負してやるのに。蝶、今日は絶対に許さんぞ。兵士が逃げるぞ。蝶には役所っていう後ろ盾がついてる。説明してる暇はない。とにかく捕まらないうちに行くぞ。予算の言う通り、ここは一度引きましょう、若。説明するのはちと時間がかかるんだがな。わかったよ。数年前、曹操は夫とその弟と聖子編に住んで、寮で暮らしを立てていた。裕福じゃないが穏やかな生活で。でもある日、湖畔で洗濯をしていた曹操は蝶に出会っちまった。あの恥知らずなならず者は、曹操の美貌を見て我が物にしたいと、陰謀を巡らして彼女の夫を殺しやがったんだ。曹操と弟は家族が殺されたことを知り、
そりゃえらく腹を立てた。二人は役所に行って告訴したが、役所に蝶の一味がいるのを知らなかったんだ。役所は曹操と弟の告訴を無視しただけじゃなく、二人を殴って追い出した。その後、蝶の仕返しを心配して、曹操は弟を遠くへ逃がしたんだ。その通りよ。あの人たちは、私の夫を殺して全てを奪い、その罪を闇に葬った。聞いてたのか？いいのよ。あなたたちは、あの悪い連中の仲間じゃないって分かってるから。蝶の目的は私。弟に力はない。もし蝶を刺激するようなことがあったら、おそらく夫のように。だから出発する前に、彼に砂糖と酢を入れた魚料理を作ってあげたの。甘酸っぱい味で。彼が兄の仇を忘れないようにと思いを込めて、いつか甘く幸せな暮らしを送れるようになっても、その時の酸っぱくて苦しい気持ちをどうか忘れないでほしい。兄の無念も。そんな大層なものじゃないさ。蝶に何年も苦しめられてきたんだ。この世が不公平でどうしようもないなら、俺がこの手で。いや、構わん。お前みたいな小娘にこんな胆力と見識があるとは驚いた。ああ、そうだ。そういや、どうして俺の本名が聖子僧侶だってことを知ってるんだ？ほう、空想から来たのか。空想に酒はあるか？食事、家付きか？働かなくても金はもらえるのか？おし、そりゃいい。もし曹操に代わってあのならず者を懲らしめられたら、空想に行って老後を送るのも悪くないな。おお、こりゃ義侠心に溢れてら。ああ、そういや。最近の曹操はいつもため息ばかりで心配だ。漁獲量でも減ったのか？そうか。お前は、人の身になって思いやれる奴なんだな。喜ぶようなことを。喜ぶような。わかった。思いついたぞ。俺についてこい。あのな、偽物の酒を売るなら売るで、もっと本物に近づけたらどうだ？こんなに水を混ぜた酒、3歳の子供が飲んだって酔わないぞ。し、どっか行け、このゴロツキ。うちの信用を台無しにするようなこと言いやがって。これは本場のトンポー酒なんだぞ。祖職さんが自ら醸造された酒で、一口飲んだだけで、文人は死境が湧く。あんたのようにそやな野郎じゃわからんだろうがな。
お前、曹植さんが自ら醸造したと言ったな。四川先生の名を利用して嘘をつくとは。水で薄めたこの酒と四川先生が醸造した蜜酒と比べられるってか。四川先生の名を汚す者はたとえ誰でも俺が許さん。トンポーさん、おいおい、トンポーさんの機嫌を損ねたのは一体誰だ。もう魚さん、奇遇だな。聞いてくれ、この店は偽酒を売るだけじゃなく四川先生の腕前まで侮辱したんだぞ。俺は四川先生に従って何年も遊歴してきたんだ。この舌が完璧とは言えないが、トンポー酒かどうか俺には判断する義務がある。落ち着け、信用ならん商売人なんかに躍起になることはないだろう。な、それは、そうだな、四川先生なら気にしないだろう。ん？魚さん、隣の人は？空想の若様か。これは得難い出会いだ。なあ、空想の酒はどんな味なんだ？飲んでみたいぞ。お？その仙人者ってやつ、酒の話がわかりそうだな。どうだ、空想の若様。俺をその地へ連れて行くってのは、人間界の潜水で醸造するのも悪くないが、三海美食聖地の空想の山水だとどんな酒ができるのか、うずうずしてきたぞ。お、よく知ってるな。俺は他の三珍味とは仲がいいぞ。兄弟みたいなもんだ。四川さんの教えは兄弟と共に責任を持って後世に伝えていくぞ。優劣はないと思ってる。俺の体は助手ホイゼンローだ。紀年10年、四川さんは自ら百姓を率いて洪水と戦ったことがある。70日以上戦ってようやく危機を脱し、徐州城を守ることができた。その後、徐州の民は感謝し、豚や羊を殺して四川先生をねぎらうことにした。四川さんはその行為を断れず、家族に豚肉の煮込みを作らせて百姓みんなに振る舞ったんだ。その定義によって俺は加齢して四川さんの後をついていくようになって、彼が甲州で再び洪水と戦うとき、百姓たちがこの料理をトンポーローと名付けた。そうそうか、彼女のことなら俺も少し知ってるぞ。魚さん、このトンポーローに何かできることはあるか？何でも言ってくれ。魚さんのためなら命がけで尽力するぞ。命はかけなくていい。ただ最近よくわからないことがあるんだ。トンポーさんなら何か知ってるかなと思って。魚さんみたいによなれた人でもわからないことがあるのか？ああ。とにかく聞いてくれ。曹操は最近、魚さんみたいにたくましい男にもそんな一面があったとはな。おい、からかうなよ。四川さんがお前にとって大切な存在のように、曹操は俺にとって恩人なんだ。
彼女が蝶に苦しめられている姿なんて見てられない。対策が浮かんで曹操を慰めることができりゃ、あとは安心してならず者を懲らしめられるだろう。そうだな。予算、そういうことなら俺に聞いて大正解だぞ。文人や墨客たちが女の機嫌を取るためにいつも使っている手がある。元信と節刀の緑地の上に創生し、朝去りて暮れに悲観す。あとは音程院と御元気の、あの二人は何を書いたっけな。まあとにかく俺に任せろ。そうそう。今日時間はあるか。聖子で船を漕ぐのはどうだ。あら、魚さん、船に興味があるの。いいわよ。じゃあうちの寮に使う船を。あ、いや、その遊覧船を借りてきたから、この遊覧船が使いやすいかどうか試したくて。まあ遊覧船、それは楽しみだわ。もう何年も聖子に住んでいるのに、船を漕いで湖を遊覧したことなんてなかったもの。船を出すのはいつも魚を取るためだから。これで気分が晴れてくれれば俺も安心して。あら大変、この遊覧船水漏れしているわ。なんだと。トンポーロてめえ、あの遊覧船穴が開いてて沈んだぞ。湖の真ん中から木の板掴んで泳いで帰ってきたんだからな。危うく溺れるところで。岸に着いたらびしょ濡れだ。曹操を喜ばせるどころか病気にさせちまったじゃないか。なんてこった、それは悪かった。西町から拾ってきた時は丈夫に見えたんだけどな。はあ、おい、西町で拾ったボロい船だったとは。道理で。もういい、とりあえず曹操を病院に連れて行く。お前、薬のことがわかるのか。助かった、すぐ買ってくれ。いや、あのな、ここに書いてある3杯の水を1杯に煎じるってどういう意味だ。さっきからずっと煎じてるのに水がちっとも減らないんだ。仕方ないから俺が2杯分の薬を飲んで1杯分を曹操に飲ませたんだけどよ。でもまあ1杯が限界だな。昨日2杯分の薬を飲んで今じゃこの調子だ。おい、魚さん、若様、いいものを持ってきたぞ。嗅いでみろ、いい香りだろう。この酒を飲めば具合も良くなる。わざわざ俺が醸造した酒を持ってきてやったぜ。またそんなこと。お前を頼った俺がアホだった。病人に酒なんか飲ませられるか。魚さん、遊覧船は事故だ、事故。今度こそ俺を信じろ。この酒で曹操は全開間違いなしだ。曹操は薬を飲んで安静にしてるとこなんだ。帰った帰った。魚さん、試してみろよ。あいつは、あの酒の8000人のガチ将は、酒を飲むことは人生の楽しみであるって言ってたぞ。
酒が飲みたい。誰だ、酒を奪うつもりか。酒がダメなら仕方がない。じゃあ花はどうだ、好きだろう。ダメだ、曹操は花粉症なんだ。じゃあ小動物を送ろう。曹操は裏庭でガチョウやカモを何羽も飼ってるんだぞ。これ以上送ったら世話が大変だろう。じゃあかんざしや腕輪、首飾りなんかは。そんなものを体につけてたら普段働くのに邪魔だろう。それに彼女はそんなものに興味はないんだ。あー、これもダメ、あれもダメ。じゃあどうするんだよ。それは無理だ。俺は聖子僧侶しか作れない。俺はトンポーローが作れる。たらふく肉を食べ、たらふく酒を飲めばすぐに元気になるぞ。俺たちも医師を募集するってか。そっかそっか、わかった。じゃあ早く紙と筆を用意しないと。おお、なるほど。いかがですか。見つけたぞ、ここだ。お兄ちゃん、タンフールはいかが。もし美味しくなかったらお代はいらないよ。私のタンフールはすっごく美味しいよ、保証する。え、なんで知ってるの。ダメダメ、シーだよ。人に知られて一緒に遊んでくれなくなったら嫌だもん。それは困るよ。私はどうすればいいの。あ、お祭りもあるの。ねえねえ、それってどこなの。なんてところ、遠くなの。私も行きたい。絶対行く。どうしたら空想に遊びに行けるの？教えて教えて。年取ったおじさんって。じゃあ私も一緒に連れてって。お願いお願い。空想に行ったらきっときっといい子にするから。手伝う。私もいっぱいお手伝いするよ。
これは？タンフールだ。食べてみてくれ。そうそう。どうした？なんだ、ダメなのか？泣いちまったぞ。このタンフール、甘酸っぱくて、あの日、しゅんちゃんに作った料理みたい。今頃、どうしているのかしら。兄を失った苦しみを克服して、明るい未来を生きていてほしい。でも、もし彼が今の私を見たら、きっと失望するに違いないわ。ありがとう、みんな。ありがとう。魚さんとトンポーには、これまでも本当によくしてもらっているのに、なんてお礼を言えばいいか。でも、こんなにも考えてくれているなんて、思ってもみなかったわ。そういえば、私この前ね、えらい管理が赴任してくるって聞いたよ。その人に助けてっていうのはどう？それはわかんない。しかし上に訴えてもな。もし蝶がそいつとも結託したら、直接あいつを殺した方が早いだろう。そうだな。新しいお役人が悪い気風を変えてくれるといいな。おう、確かな情報だ。俺はこの町で長年渡り歩いてきた。もうちょっとだけ信じて待っててくれ。焦るな。所用で遅れてるだけかもしれないだろう。もう少し待とう。若、お疲れでしょう。私が残りますので、先に戻って休まれても。おい、誰か来るぞ。お役人様、どうか助けてください。何の騒ぎだ。お役人様、どうか私をお助けください。あなたは頭を上げてください。姉さん、なんだって？俺たちが待ってたお偉いさんが、まさか曹操の。あ、しゅんちゃん、しゅんちゃんなのね。立派になって辛いことはなかった。元気にやっていた。お姉さん、私はこの通り元気です。科挙の試験に合格して役人になりました。あなたこそあの蝶から何かされませんでしたか？この方たちが私を守ってくれたおかげで私は無事です。あ、それは心より感謝いたします。そんな大げさなのはいい。俺らは蝶のやつが気に食わないだけだ。
この世に義理がないというなら、この拳で俺が裁きを与えてやる。そうですか。このような方がそばにいてくださったとは。私は兄を殺したならず者に裁きを与えるために、この数年間甲州へ職を移す機会を探していました。ようやく甲州に戻ってくることができ、まずはこれから人脈を築き準備をする必要があると思っていたのですが、皆さんの協力があればすぐにでも悪党たちを捕まえることができるでしょう。ええ、長が犯した当時の罪についての証拠を探すことは困難ですが、彼のような人間はそもそも改心などしません。彼の新しい罪を暴き、証拠を抑え捕まえてみせます。今の私の立場ならそれができる。芋づる式に悪事に関わる者全員を白日のもとに晒しましょう。具体的に行動へ移すためには皆さんの協力が必要です。これから皆さんから情報をいただき、より周到な計画を練りたいと思います。役所でじっくりとお話できますか？よかった、よろしくお願いいたします。お前、トンポさん、フーゲさん、そうそう見なかったか？彼女は弟のところに行ったはずじゃなかったのか？それが一向に来ないらしくて、弟さんから連絡が来たんだ。曹操の部屋に行ってみたが、テーブルの上のお茶もすっかり冷めてる。明かりはつけっぱなしで、灯油ももうすぐなくなりそうだし。実は昨夜見回りをしていた時に、曹操が家の外にいるのを見たんです。その時は特に気にせず。申し訳ありません、若。これは全て私の責任です。市場は私に任せて。なら俺は。わかった。ああ、曹操は運のいい人だ。だからきっと大丈夫。待て。霧がかかり始めた。曹操の居場所を知りたいのだろう。聖子創業、お前が私と契約を結んだら無事に曹操を返してやろう。てめえ、曹操に何かしてみろ。ただでは済まさない。さすがは聖子創業、そう簡単には動揺しない男だ。だがお前の心は言葉とは違うようだが、聖子創業、契約書ならここにある。契約するかしないかはお前次第だ。そうか、いいだろう。お前は気骨のある奴だ。この聖子創業、お前を信じる。この形勢に臆さないとは
空想の若さまは純潔だな。いいだろう。一体どうなっている？解放されたのか。若様の計画は大成功だ。俺は森の中で食塩に拉致された曹操を見つけてちゃちゃっと連中を倒したぞ。曹操が無事なら俺は。でもじゃあさっきの俺を空想にってのは。なんてことだ貴様。そんなことをして若としてふさわしくないと思わんのか。何も分かっていないようだな。空想の和歌よ。また会えるのを楽しみにしている。皆様、このご恩をお返しできるものが私には何も。こうするしか。寛解は闇深い世界です。兄のことが解決した今、私が残る意味はありません。この先、甘い幸せを手に入れたとしても、民のことも決して忘れない。ああ、そうでした。私の考え不足だった。お元気で。ありがとう。成功僧侶、皆さん、一緒に過ごしたこの時間はまるで甘酸っぱく離れられない料理の味のようだった。だから私、送別の料理として成功僧侶を作ったわ。おお、送別会にはトンポーローと酒がないとな。さあさあ、俺に任せろ。はいはーい。食後の甘味は私のタンフールをどうぞ。